ジャン・ダンジューは、フランスの軍人。最終階級は大尉。フランス外人部隊の第二外人不評連隊に、所属し、メキシコ出兵において、輸送部隊の護衛を行っていた、際のカマロンの戦いで、フランス外人部隊史上に残る激戦を展開した、末に戦死した。カマロンの戦いにおいて、ダンジューが指揮下の2名の士官及び62名の、 レジョネアと共に800名の騎兵と1200名の不評を要する圧倒的な戦力のメキシコ軍に完全に包囲された際絶望的な状況にもかかわらず付近を通過中であった味方の輸送部隊から敵を引きつけるために幸福の道を選ばなかったことでフランス外人部隊のあるべき姿を見せたとしてフランス外人部隊における伝説的人物となりカマロンの戦いで 男ュが使用していた木製の儀式は現在も大切に保管されている。男ュは1828年4月15日、オード県のシーラブラで生まれた。20歳の時にサンシール陸軍士官学校に入学し、卒業とともに少位に任官した。少位に任官した直後、男ュはフランス外人部隊の第二外人不評連隊の士官としてアルジェリアに赴任した。 アルジェリア勤務中の1853年5月1日、戦闘中に左手を失う重傷を負い、この時から義手を使用するようになった。その後、1853年12月24日、中尉に昇進した。中尉に昇進した後、ダンジューはクリミア戦争に従軍し、セバストポリ包囲戦に参加している。その後、 1855年6月9日、大イに昇進した。大イに昇進した、男獣は、第二次イタリア独立戦争に従軍し、マジェンタの戦い、ソルフェリーノの戦いに参加している。第二次イタリア独立戦争に従軍した後は、しばらくの間、モロッコで勤務している。1862年、男獣の所属する第二外人不評連隊は、メキシコ遠征の指令を受け、 メキシコ出兵に出動した。この出動において第2外人不評連隊には平坦船の維持が任務の一つとして課せられていた。1863年4月29日、現金300万フランを含む大量の補給物資を輸送する輸送部隊がプエブラに向けて出発するとの連絡を受けた連隊長は弾銃と相談して第3中隊に この輸送部隊の護衛の任務を割り当てたが、第三中隊の士官が不在であり、男獣自身が隊長となって二名の士官及び六十二名のレジョネアからなる部隊を編成して、護衛のために赴いた。四月三十日午前一時、輸送部隊は出発した。同日午前七時ごろ、第9子を取っていた最中に輸送部隊の襲撃に向かおうとしていた八百名の騎兵及び千二百名の 不評からなるメキシコ軍部隊と遭遇し、戦闘状態に入った。メキシコ軍に先手を取られた。この戦いで、弾銃の部隊は退却を重ねて、最終的にカマロンドテシェダまで退却し、高さ3メートル程度の壁が巡らされた建物を陣地にして、メキシコ軍の足止めを試みた。この直後に弾銃の部隊は、メキシコ軍によって完全に包囲され、 メキシコ軍の指揮官からは降伏勧告がなされたものの、輸送部隊をメキシコ軍に襲わせないために、こちらへ引きつけるべく、男獣は降伏勧告を拒否した。そしてメキシコ軍の総攻撃が始まり、同日正午ごろ、胸部に命中した銃弾によって戦死した。男銃の木製の義手弾銃の死後、 男獣の部下た達は多大な犠牲を出しながらも1863年4月30日午後6時頃まで戦い続け、輸送部隊はメキシコ軍に襲われることなく無事に通過した。1863年5月3日、男獣は現地で埋葬された。なお、カマロンの戦いの直後に男獣の木製の義手はメキシコ人によって持ち去られたが、オーストリア軍の主観が取り戻して、 フランス軍に返している。ありがとうございます。